こんばんは。こんばんは、仰天ゆりなです。めっちゃ狂ってる。雫の掘り起こしは順調ですかって、微妙、わかんない。どうですかね。あと2日、あと2日かな。なんでまあ全然わかんない。なんか何をもって順調なのか、そうじゃないのかが分かんないからあれなんですけど、まあ普通ですね、ぼちぼちですね。ウケる。指パッチン好きなんですけど、お話し会でやってくださいだって。初めて言われたわ。初めて言われたわ。うまいかうまくないかわかんないですけど、まあ鳴る方ではありますね、音はね。確かに鳴るか鳴らないかって言ったら、なると思うけどな。右、左側もなんないかもね。ちっちゃ、右はいい音鳴る。
今日は割と暖かかったね。そう？なんかもう寒い、ずっと寒いわ。だからいつも完全防御すぎて、であんまり長時間外におらんから。わからん。うん。そう。ずっと外におるわけじゃないか。外におるときもあるけど。でもね、いない時もあるからさ、普通に移動中とかさ、移動しかないとかさ、そう、そうなんだ。常に寒いって思ってしまうよ、結局は。ついつがあったかいとか。あんま思わないね。ずっと寒い。冬はもう基本一括して寒い。ずっと寒いって感じ。どうこうとかじゃなくて、今からお話し会できるコスプレ会に行ってきましたっていいじゃん、エンターテイナーだね。え、千葉入りのさ写真集エリンギやば、さすがなんだが。本日のコール、え、ユニットブロック6曲カット、今日の公演。なんかいろいろ大変だったんですな。大変そう。なんかいろいろ大変そうなことになったということですね。
7人ってすごい、誰が歌うんだろう、歌パートね、カラオケかな、もうそれかそのまんま、いつものまんま何にも流れてないみたいな感じかな、その子のとこだけテレレレレレみたいなね、か誰かが歌ってあげるのか、でも誰も歌わんかったらもうカラオケやからな、チュルルルルやからな、ほんまに。19時開演な、今日遅いんか、まだ始まってないよ、チーム A 公演まだ始まってないわ。でも普通だったら半からやもんな、だからなんか多分バタバタしてんねんかな。大変だ。あと6分ぐらいで始まるんかな、じゃあ、ね、まあでもとどうなんやろね、当日なくなったっていうふうにはならんなった方が良かったんかな、どっちの方が言えんかな、こういうのってな。今さ、めちゃくちゃ一瞬さ揺れてる気した、怖っ、怖っ、もう一瞬って思った、絶対揺れてなかったけど一瞬ね、グラグラで足がね、グラグラなった気がしたの。お化けかな。怖。お化けかもしんねえ。お化けかもしんない。そうだ、
年越しカウントダウン TV ライブライブ、今年も総勢79組かな出るけど、その中に AKB の名前ありましたね。よかったですね、今年も AKB 呼んでいただいて。ね、入っててよかったですね。昨日カウントダウンさん終わった後にの、あの乗ってたんですけど、見ましたけど、入っててよかったですね。さあ何を、なんだろうね、まだ2回とかいるのかな、ハッピーニューイヤーショートバージョンと、なんだろう、久しぶりのリップグロスとか。メンバーは決まってると思う。もう多分、もう多分ね、この時点で絶対ね、声はねかかってるはず、出るメンバーには。私呼ばれてませんので、出ませんので、みんな安心してください。今年私は出ませんので、声がかかってませんし、かかってませんし、普通になんか、あれ、仕事の予定ってありますかって聞いたけど、ないですって言われたんで、ないならないんですよね。そう、そうなんですよ。残念なことに生まれなかった、悲しい。そう、ちょっとね、今年は久しぶりに実家に帰ろうかなってちょっと思ってて。そうなんですよ。で、また前の年みたいに呼んでいただけるのだったら帰れないじゃないですか。だからどうですかって聞いたら、あ、ないですって言われたんで、あ、じゃあ帰りますって。いや、でもそんなに帰れないんですよね。起床時間はあんまりないんですけど。なんで、まあみんなカウントダウン TV に私は出ませんので、どうぞよろしく。呼ばれてないよってうっすら言ってたんやけど。言ってたんやけど、なんか出るかな出るかなってすごいコメント毎回いただくんで、じゃあもう言っちゃおうと思って、出ません。声もらってないので出ないです。なし、私は東京にいません。なんで、まあカウントダウンは実家かな。
年越しは実家かなーっていうふうに思ってます。なんであんまり長々とやんないかも。まあちょっとわかんないけど。まあ確実に帰るかちょっと分かんないですけどね。今んとこ仕事ないんで帰ろうと思って。なかったらもうほぼほぼないと思うんですけどね。年末なんでね。まあなんか追加されればねと思うんですけど、どうすかね。もうでももうこの時代時期にないってなると多分もうないんだろうけど。なかなか残念。2023年は残念でした。2022年、23年。だね。なんかなんだ、年明けの劇場のやつに去年、今年か、年明けだからね、元日公演に今年のやつは呼んでもらったんですけど、来年は元日いない。元日公演も出ないので、そこでなんか選ばれる人になりますようにっつったけど、残念ながら選ばれたかったものには。残念ながら選ばれなかったかなーっていう感じで、ちょっと寂しいですけども。まあ頑張っていこうと思います。まあ一番ね、歌番組に出たかったのね。なかなか選ばれなかったのは悲しいですね。アンダーにちょっとね、
2023年もなんか歌番組でセンバツさんがお仕事で出れない時のアンダーにね、呼ばれるように頑張ります。2023年もたくさんイベントと劇場公演に出られたらいいなぁと思います。チームメイトの中止ライブも来年はありますので、また近づいてきたら忙しくなると思うんですけども、それまでにいろいろと劇場公演とイベントに出れたらいいなって思います。やっぱり もうなんだ8でね、活動するのあと少しなので、8としてイベントに出れたらいいなと思いますね。次の舞台いつだって決まってない。決まってないんですし、舞台も好きですけど、舞台やるとほとんどが舞台が優先なので、なんだろう、他の仕事ができなくなるんです。それこそ劇場公演もそうですし、なんかそれこそたこ焼き部の時とか、さよなら毛利さん、あれ部活で出れたんですよ、何話か。だけど私は稽古があったから収録参加できなかったし、なんかもし歌番組でじゃあアンダーでって思ったとしても、あ稽古かってなると、じゃあ違う子でってなるんですよ。だからまあどっちがいいですかっていう話なんですよ。 ちょっと難しいと思うんですけど、だからまあ舞台はたまにできたらなっていう、その演技のお仕事も好きなので、そのなんか次出たら、はい次次次みたいなすごいスパンじゃなくて、たまにね舞台とかに呼んでいただいて出られるのが一番いいんじゃないかなとは思いますね。程よくバランスが一番いいんじゃないでしょうか。よし、じゃあもうそろそろ終了にしようと。じゃあ今日はこれで。あ、今日も2枚入ってるわ。最近2枚多ない。うわ、また歌う感じだ。ちょっと今歌えないんで、今ね、もう本当に、雫公演のために、ちょっともうすべて温存してるから、歌うのはまた、後でね、月と水鏡も歌うけど、ちょっと今の感じだとマジで歌えないっていうか、ちょっとやばいから、
マジで申し訳ないけど、ちょっと雫公園を無事にあれするまでは。何？あ、ゴミだ。ちなみに写真は夏のフェスの写真ですね。これあれだ、あそこだ、あそこの写真だ。いやね、喉じゃなくてね、喉ね全くね痛く、あ、痛いとかじゃないんです。喉じゃなくて鼻炎がすごくて、私今そう喉は全くだし、そう熱も全くないし、食欲は本当に旺盛なんですよ。ただ鼻炎がすごくて、そうそうなんですよね。そうなのでちょっとね、そうのどはもう全く全然元気。これ声ガサガサなのは私が寝起きだからですね。寝てたんですよさっきまで寝てたんですよね。そう夏のイベントですね。これこれ小島さんのこの時の衣装。この上のは誰のだったっけな、忘れちゃったな。これ夏のイベントですね。この時にツンデレやったりとかやったやつです。夏のあのコカ・コーラのやつのとこのやつ、めっちゃ楽しかったわ今年の夏。なんか今年の夏久しぶりにほんとフェスいっぱいあって、フェスいっぱい出させてもらって、マジで楽しかったですし、マジで頭から湯気出るかと思ったけど本当にまあ楽しかったですね。だいたいこういうのでさ、終わった後にさ本当に楽しくなかったですねってこと絶対ないんですけど絶対にないんですけど、そうなんか毎日違う曲を覚えてたなと思って、そうすごい懐かしいわ。夏だからね、今冬だしね、うん、めちゃくちゃイベントが久しぶりに、なんかうわ夏フェスだなって思った年でしたね今年。そうでも夏は出たけど秋から冬にかけて全然イベント呼ばれなかったわ、ちょっと残念。全然イベント出れなかった。来年の頭は出るんですよ、3日と6出させていただけるのめちゃくちゃ嬉しい。なんか秋冬にあったイベントがね、なんかうちも舞台とかあったっていうのもあって、かぶってたっていうのもあったのか知らんけど、全然出れなくてショックだった。だからそうっすね、まあでもなんか今年、あ、来年の、そうですね、だから私実家帰るって言ったけど、実家帰って振り起こし三昧な気がするな。うん、実家帰ったらゆっくりしたいなと思うけど、振り起こし三昧の日々ですね3日にイベントがあるんですよ。だからそれの前日にあのリハがあって、なのでそう、それまでに不良を起こさないといけないんで、結局実家にいてもめっちゃ不良起こすっていう。でもここで振り起こしするより実家で振り起こしした方が
スペースは広いんで だし、スペースは広いし、なんか何もないのに、なんかこの家で一人でハッピーニューイヤーとか、ちょっと虚しすぎて無理虚しすぎて無理なんだけど、絶対嫌だわ。だったら実家に帰って部屋でハッピーニューイヤーって言ってた方が絶対楽しいじゃない。でこの家でさ、一人でさ、何、妹は帰るからね。だから私が帰らないなとしたら一人なんですよ。それで一人でハッピーニューイヤーなんて、もうめっちゃ楽しいやん、もう嫌やわそんな。あ、今年は呼ばれなかったなってしみじみ思いながら、ハッピーニューイヤーなんて言いたくないわ。めっちゃ寂しいやんそんなの。今までね、テレビ局でイエーイとか言ってこの2年させてもらってたから、そうだし、なんだかんだもう家に何年も帰ってないので、帰れるのはマジで嬉しい。普通にシンプルにね、嬉しいですね。やっぱりも何もしないでいいっていうのはすごく楽そう、今年もやっと帰れますからね、嬉しいわマジで。そう、じゃあランキング読みます。13位、妹五郎さん。12位、光百薬さん。11位、カズさん。11位、もてなすけさん。9位、あいまつさん。同伴で静かに入りました。おお、おめでとう。8位、たむたむさん。7位、りっけさん。6位、にきおさん。5位、もとちゃん。4位、さささん。3位、あきらさん。2位、からつさん。そして今日の第1位はあきこさんです。イエーイ。というわけで、ゲーム見ていただき本当にありがとうございました。というわけで、まあ皆さんも良いお年を、ハッピーニューイヤーということで、私は明日は雫公園の振り起こしをやらないと、本当に振り起こしっていうか、なんか振り蹴って振り固めと言いますか、いやでもやばいっすね。なんかまあでも言うて1ヶ月前ぐらいに出たんですよ。だけど競りが上がるんですよね。なんかこの前の雫公園で競りが上がったらしくて、そう、競りが上がるらしくて、私雫公園競り上がんのもう何年ぶりっていうぐらいなんですよね。そう、めっちゃ楽しみなんだけどって思ってて、楽しみですね雫公園。頑張ります。なんか結構最近雫公園やってて、で結構最近みんな出てるメンバー結構一緒じゃないですか。だから私めっちゃ久しぶりだからちょっと緊張しちゃう。緊張しちゃうよね。前回めっちゃ緊張したんだわ。まず歌が本当に出てくるかが心配。うん、頑張り
ります。あと23なんで、あと2日ですね。来てくれる人は楽しみに待ってます。それまでに私の松葉が持つかしらっていう、だいぶ落ちてきたんよね松葉。なんか上がってるんだけど上がってないっていうか、毛が生えてきたんよ。私今毛がめっちゃ抜けてたんですけど、だいぶ毛が伸びてきたからね松葉ちゃん。まだ1ヶ月経ってないからせめて1ヶ月は持ってくれって感じ。まあそんなわけで、じゃあ皆さんまた明日、バイバーイ。